まあ、いつもね、楽しくドラクエ10をプレイしているわけですが、まあ、やってるときに、ちょっと残念だなぁと思っていることがありまして、まあ、なんといってもね、まあ、ほとんどのコンテンツが、まあ、最大4人までしか遊べないと、ね。一緒に遊べるのが4人までというのがほとんどというのが、まあ、ちょっと残念だなぁというふうに思うことが多いですね。やっぱりこの人数制限というのが、まあ、結構、まあ、トラブルというか、圧力というかね、を生んでしまっているということがあるんじゃないかなというふうに感じます。まあ、どうしても3人以下だと勝てないだったり、まあ、勝ってるけどちょっと効率が悪くなってしまうみたいなことがあったりとか、まあ、かといって5人だと1人あぶれてしまうみたいな、っていうのがよく起こるわけです。まあ、同盟コンテンツとかもありますが、まあ、それだとね、まあ、5人から8人まで、ね、サポートマネージで行けたりもするわけですけれども、まあ、防衛軍とか、邪神の宮殿の天国とかになってくると、まあ、4人以下で行くか、まあ、8人ぴったり行くかでしか遊べないみたいな、ね。結構人数の縛りが厳しい。で、まあ、このドラクエ10は MMORPG と呼ばれるジャンルに分類されているわけですが、まあ、その、そもそもこの MMO ですね。っていうのは、マッシブリーマルチプレイヤーオンラインの略ということらしくて、まあ、大規模な、多人数同時参加型。ね。まあ、たくさんのプレイヤーが同時に参加できる。そういうオンラインゲームのことを、MMO と呼んでいるそうです。まあ、これとちょっと似たジャンルで、MO。ね。M が1個少ない MO というものがありますが、まあ、これは単にマルチプレイヤーオンライン。ということで、まあ、こちらも複数の、複数の人数での、まあ、同時参加型のオンラインゲームを意味しています。で、この MO と MMO の違いは、まあ、M の数が1個違うということなんですが、まあ、1つ目の M、最初の M があるかないかという違いなので、すなわちマッシブリーですね。マッシブリー。まあ、大規模であるかどうかの違いが MMO と MO の違いということになります。で、大規模かどうかって、ま、どう違うのかと、まあ、どう判断するのかということなんですが、まあ、大体 MO は数人から、まあ、十数人ぐらいで遊ぶ。ね。で、数十人から、数百人、数千人で遊ぶのが MMO という、まあ大体そんなイメージですね。まあちょっとなかなかわかりづらい部分もあるんですが、まあ、具体的なゲームを考えてみると、まあ MO というのは、まあ、例えば、オンラインの麻雀とか、まあボードゲーム、ね、カードゲームみたいな、ですとか、まあ、あるいは、モンスターハンターですね。ああいった感じのゲームが MO と。で、まあ、この MO の特徴として、まあ、例えば、麻雀のゲームだったら、一つの卓に4人の人が座って、で、まあ、その4人で遊ぶと。で、まあ、それが、それが一通り終わると、解散して、で、また続けてやりたい人は別の卓について、で、次のゲームを始める。みたいな形。で、モンスターハンターとかだと、まあ、クエストとかミッションとかね。そういったのを、まあ、4人なら4人で、やって、で、モンスターを倒してと。いうようなイメージですね。
で、まあ、MMO であるドラクエ10との大きな違いは、まあ、一つ一つの、まあ、ゲーム、一つ一つの試合の結果が、まあ、どのようなものであっても、他の試合だったり、他のプレイヤーだったりに影響を与えないという点が大きく違います。まあ、要するに、まあ、隣の卓で麻雀打ってた人たちが、まあ、その中で誰が勝っても、で、どんな手を使って上がっても、まあ、自分の卓には全く影響がない。こういう感じですね。で、それに対して、ドラクエ10は、まあ、一つのサーバーの一つのエリアに、まあ、最大1000人かな。確か1000人だったと思いますが、それのプレイヤーが共存できると。いうので、まあ、一つの席に4人までしか座れないのと、MO と、まあ、一つのエリアに1000人まで集まれるという、MMO との違いというのが、まあ、その規模の違いという感じですね。で、まあ、この1000人といっても、まあ、例えば、サーバー22のグランデドーラ王国に同時に入れるのが1000人までということなので、サーバー22のグランデドーラがいっぱいになったとしても、他のサーバーのグランデドーラに入ることができますし、まあ、同じサーバー22でも、例えばグランデドーラ城とか、グランデドーラ領、でグランデドーラ王国というマップでなければ入ることはできると。まあそう考えると、まあアストルティアという世界で、まあ同時に存在するプレイヤー、冒険者の数というのは、まあ非常に大きな規模のものということになります。まあ、さらにね、ここからが MMO の肝になるわけですが、まあ特定のプレイヤーの取った行動が、まあ、他のプレイヤーにも影響を与えているという点ですね。まあ一番わかりやすいのが、まあバザー経済ですね。まあ経済というか バザーの相場というか、だと思うんですけど、まあ例えば誰かがキラキラを拾うと。で、素材を手に入れるとします。で、その素材は、まあ、バザーに出品することができると。しかし、この同じ素材を拾ってくる人も、いうわけで、まあ、そういう同じ素材を拾ってくる人がたくさんいたら、その素材の相場は下がってしまう。まあ、キラキラを拾うという、まあ、何気ない、ね、誰でもやってるような当たり前の行動であっても、まあ、実は広い意味では他のプレイヤー、他の冒険者に、まあ、何らかの影響を与えていると。いうのが MMO の特徴ということになります。まあ、よく提案広場とかでね、まあ、このアイテムをもっと手に入れやすくしてくださいみたいなのがあったりしますが、まあどうしてもね、そういうことなので、できるものとできないものっていうのが出てきてしまって、まあ、特にね、まあ、バザー経済に大きな影響のあるものっていうのは、やりにくい、買いにくいわけですね。で、それは、ドラクエ10が、まあ、MMO であるからというわけになります。で、まあ、このドラクエ10が MMO だよということを忘れてしまうと、まあ、ここ不便だなとか、ここもっとこうしてしまう、こうすればいいのにというふうに思ってしまう部分が出てきてしまう。まあ、この辺の話はまたね、機会があれば、改めてしたいなとは思っていますが、まあ、ただし、実際問題として、冒頭でお話しした通り、まあ、現状ね、ドラゴンクエスト10でやっている、まあ、個別のコンテンツっていうのは、まあ、ほとんどが、まあ、4人とか8人とかのコンテンツになっていて、で、まあ、そのね、例えばバトルだったらバトル、で、その4人が勝っても負けても、直接他のプレイヤーに大きな影響を与えるということが、
あまり感じにくい。やってることを個別に見ると、MO っぽい、と感じてしまいますので、他のプレイヤーに、他の冒険者に与えている影響を、感じにくい、というのがあると思います。もう少しね、MMO だな、というのを、感じられる要素が、なんかの形で増えてくれたらいいなぁと、個人的には思っているわけですが、現状でもね、ドラクエ10の中で、やっぱり MMO をしてるなぁと感じ取れる場面も、やっぱりたくさんあるわけです。では、それについてお話をしていきたいと思っているんですが、少し長くなったので、一旦今日はこの辺で、終わっておきます。どうもありがとうございました。